まあいいや。そう、めっちゃ涼しいんですよこのお洋服は。そう、今日はワンピース、こういうワンピースです。わざととかじゃないよ、こういうワンピースだよ。なんかさ、でもこれ見たらさ、なんかえ、ここだけやったらさ、ちょっとさ危なくない、なんかさ、ええってならない、なんかどうしよう、やばい、なんかさライド近、なんかさ実家帰ってきたらさ配信部屋みたいなものが作られててさ、なんか配信、なんか配信専用ゾーンができててさ、なんかスマホ置くところとかさ、なんかライトとかセットされててさおもろくね。そうっていう感じなんですけど、妹ちゃん寝たと思う、多分結構寝るの早いんですよね。そうなんです、めっちゃ肩出して、そう、ノースリーブ超えた。ひとしさんありがとう。わら、元カナの部屋じゃない、元リビングです、ここ、元現リビング。キヤカありがとう。肩になんか乗ってる、違うよこれ普通なんだよ肩になんか乗ってるんじゃなくて、もうもっと本当は布あるのが普通なんだけど、まあ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 、そう、リボン、リボンです肩は。ちょっとボサボサどうしよう、待って、なんかそんなさ走り回ったわけでもないのにボサボサなんだよね、どうしよう、まあいいや。よいしょ、今日見に行きたかったな、行けたのかな、自分行けなかったのかな。今日は普通に家族で、本当は家族でカラオケ行こうと思ってて朝から、でもなんか時間的にやめようってなって、どこ行ったっけな、あ、そう、なんかジモティを回ってました。地元を一緒回ってて、なんか富士宮の方行って、学校、自分学校とかそこだったから富士宮の方行って、なんかお宮横丁っていうとこがあって、いや、富士宮焼きそばとか食べれたりするんですよ。そこ行ってなんか富士宮焼きそば食べたり、あとなんだっけ、浅間大社行って、浅間神社、富士宮の浅間神社、なんだっけ名前、行ってちょっとお願い、お参りしてきたり、なんか自分のパワースポットらしくて、そこが調べたら出てくるんだけど、そう、行ったりして回ってて、スライトの滝行ったりとか、結構ジモティー回ってた。カラオケは行かなかったです。フェスちゃんありがとう、嬉しい、びっくりした、知らなかったからびっくりして嬉しいですよ。全くし、この野郎、別にそんなの求めてないもんね、りょうつんさんすごいよね、びっくりんご。今日は10歳のお肌ですよ、ほら、やばくない、マイナスイオン感じたからさ、結構さめっちゃ綺麗なの、本当に、え、綺麗だよね、一日これメイクして過ごしてこの綺麗さだよ、マジマイナスイオンのおかげすぎる。まあ、これライトっていうのもあるけど、マジで結構ライトっていうのもあるかもだけど、めっちゃマイナスイオンの肌を感じ、ほらマイナスイオンだよね、マジで今マイナスイオン走ってる、逆にって感じですね。ジュニアさんありがとう、ノースリーブを継ぐんですね。そう、暑いもん、もう暑いもん、母さんありがとう、何も着てるわ、着てるわ、着てるわ、全然、そう、これ危ないよ、なんかえってなるよね、何も着てないの、着てます、騙されたあなた、お話し会、あの、来てください騙された方は強制的にお話し会来なきゃいけない。東さんありがとう。そうなんです、友情よりこそ追跡弱ってるのかと思ったら滝で笑ったそう、なんかタイミング的にそのマネージャーさんに送ったのが結構前だったんだけど、 OK って来たけど、そうだからリオスさんがその優勝した時だったから、うわーどうしようと思って、それで時差っていうか、ちょっと時差で投稿したけど、そうなんですよ。おのっぴありがとう、もんじさんありがとう、DM さんかありがとう、つなねさんかわいいありがとう、ショールームのりもりもりのりのり、そう、おかんそうなんですよ。そうなんですよ。山椒さん、DM さんありがとう。たまたこさんありがとう。山椒さんありがとう。かなわことないよ。この紐のほどいても別に、ここゴムになってるから、落ちはしないから。そう、荒吉さんありがとう。モンチさんありがとう。破けてるわけないでしょ。そうなんですよ。でもメイクが落ちてる、一日遊んで川遊びもしました。なんか結構ね、なんか
富士宮の浅間神社のとこの横に川があって、めっちゃ綺麗な川なんですよ。そこ結構ね、なんか放課後とかよく遊んでたんですよ。そこのお水で、川でパシャパシャして、制服のままとかね、そんな深くないから。そう、それで今日久々にそこでパシャパシャして、涼しかった。なんかやっぱさ、足水に浸かるだけでさ、なんか体内温度がさ下がるよね。だから結構さ、別にそんな多分気温変わってないのにめっちゃ涼しくなって、その川からちょっと足が出た後がめっちゃ良かったです。もう一度あたり横向いてみ、なんで、なんどういうこと、どういうこと、え、どういうこと、なんで横、なんで横、やばい、痩せたのかな、痩せたのか分かんないけど、こっちがエクボできました。こっちはいつもあったんだけど、こっちもエクボできました、今気づいた。こっちにしてほしいな、エクボ。だってこっち利き顔だから、こうやって笑った時にこのエクボがこっちに合ってくれた方が嬉しい。ちょっとこれ薄すぎ、このエクボ。地元の友達に遭遇してないですよ。今日はずっとメイちゃんとって感じだった。そう、地元の友達でも言うても、地元の友達って言っても地元の友達結構もうみんな、なんていうの、そのここ出ちゃってるし、合わないことが多いのかな。そのなんか地元で会うとかはマジでない自分、まあ、自分が結構帰ってこないっていうのもあるけど、やばい本当に。でなんか夜はママのご飯食べても、もう美味しすぎて、もうやばいです。富士宮出身なの？富士宮じゃないよ、富士だよ。でもほぼ富士宮めっちゃ行くよ。富士宮行くっていうか、富士宮ね、そう通ってた。めっちゃオノピ結婚しないよ。そうなんですよね、フェス皆さん待ってます。嬉しい、びっくりしたの。自分いきなりびっくりしたの本当に。となんかさ、 X 見たらさ、なんだろうボンって開いたらさ、自分の前だってさ、嬉しいって思ってさ、めっちゃ嬉しい、楽しみにしてます。マッツーさんありがとう、カンちゃんありがとう。そう、パワースポットなんか結構みんな自分で調べたらパワースポットで出てくるよ、みんな自分のパワースポットが。それで自分は富士宮の宣言大社だから、高校生の時さちょっと調子良かったのかわかんないけど、結構行ってるから。おみくじ引くの忘れた。タッカンありがとう、ツーさんありがとう、ナンコさんあたありがとう、オノピありがとう。いい子になって出番増えたような気がする。いい子になって、もともといい子だけどもともといい子なんですけど。ナンコさんありがとう、タッカンありがとう、結婚しないよ、ありがとう。ナンコさんと大阪の箕面ってとこにも大きい滝があって、秋にはすごいライトアップされて、一回行ってみて。知ってるよそれ知ってるよ、行きたいと思ってて、前回の沖縄旅の時も、沖縄じゃない、大阪旅の時も行こうと思ってたんですけど、なんか距離的になんかその行こうって言えるなんか、ね、なんか違う場所にいたから全くだから行けなくて、次はね絶対行きたいと思ってたんだよね。そこ道行きたい、なんか知ってる、なんか知らんけどなんか知ってる電車にも広告があってさ、めっちゃいいなーって思った。そう、昨日さ満員電車に乗って、自分めっちゃ満員電車で、なんか人生であんまなんか満員電車乗ったことがなくて、多分わかんないけど、だいたいなんか言うても、そのなんか満員電車の時間とかぶらなかったのかわからんけど、東京とか遊び行って結構電車とかで遊び行って帰ってきたりしてたけど、高校生の時満員電車に一回も乗ったことがなかったんですよ自分。昨日初めて満員電車でなんか潰されて、マジでめっちゃ潰されて、本当にサンドイッチに なりそうで、もう本当にもう怖いと思って、もう本当に怖すぎて、もう自分ちょっと住めないと思った都会絶対住めないと思って、住みたいとかさ、なんか将来はたまに住むとかさ、東京タワーの見えるたまに住むとかさ、なんかめっちゃ意気込んでるけど絶対無理やんと思って、まあでもその頃になったらもう全部なんか召使いに頼めるような人間になりたい電車は乗りませんみたいな、なりたいんだけど、びっくりした。もうめっちゃさぎゅうぎゅうでさ、しかもさなんか釣り革はさ、ギリ多分ちょっと届かない、恥ずかしいんだけど届かないんですよ。届くんだけどなんかめっちゃ痛いの本当に。なんか表すとこう、あるじゃん釣り革、なんかもうこんぐらいなの、本当めっちゃギリギリで恥ずかしいんだけど、だからめっちゃ痛くて、もう手が痛くて、もうなんかでも捕まんないと、うちもうこうやって棒で倒れるじゃん、だから捕まってたんだけど、もうめっちゃ手がもうちげえ
と思ってめっちゃ痛かったですって話落ちないです、はい、そう幼稚園生みたいなもちもち肌めいちゃんの肌になりました。そう明日行けばレッサーになる。やったマイナスイオン今日覚えたでしょなんでよかった。そうだよマイナスイオン意味知らない。そもそも意味っていうかなんかマイナスイオンっていう言葉は知ってるけどどういう効果があるかとかわかんない。なんか肌に良さそうだなみたいな感じだから適当に言ってみたグッズは確かにマジにやばい。待ってます。タンタンありがとう。バラミキャクありがとう。そう千賢神社は富士吉田には行きました。いろんなとこにあるんだ富士宮おすすめ。そうなんですよね嬉しい。おはよう。かなりバラありがとう。今日の僕はウソさんありがとう。シャボン玉金曜日行けたら待ってますよ。妹ブロッカーされた。妹でもあんま今日はなんか話してないなんかまた喧嘩してる。わかんないけど原川さん花束にめいちゃんに会えた。もう可愛くてもう可愛くてもうなんか涙出てくるんだけど普通に。もうこれからまためいちゃんに会えない期間が続くって思って涙出てくるんだけど今日まず朝起きたらなんかいるの。なんか騒いでんのずっと。かえちゃん起きてでもずっと言ってなんかもうずっと起こされて布団とか剥がされてもうずっとなんかめっちゃ起こされたんですね。いとこ3人に赤ちゃんちっちゃい子のねめっちゃ起こされてで眠いんだけどみたいな。もうずっとこんななって寝てたらずっと起こされて それまあいい目覚めじゃん。マジで最高じゃん幸せな目覚めじゃん。そうそれでめいちゃんと一緒にお出かけしたけど可愛い本当にやばいです本当に。でももう本当に結構チョロチョロするからチョロ子だからもう本当に動くもうずっと動いてるんですよ。もう落ち着きがなくてそうだからめっちゃもう怒った怒ったら嫌われた。もう帰るって言われちゃったもうでも可愛いからいいんですけど。お話し会でもねお話し会でこれ着たい。普通に好きかも。これめっちゃ可愛くて自分好き。藤野美希さんもめっちゃ美味しかったです。またメールでも送ったりエクサしたりするね。ピースケさんバラありがとう。嬉しい。バラバラバラ薄い。そうエクボ薄い。こっち結構さこうやっていいってあげると出てくるんですよ。こっちいいってやってもちょっとしか出てこないから。そう今に取られたはず。そうなんですよさっきの角度どれだろう。これストップって言っても時差があるか分かんないか。そうこのね、一族帰ると疲れが取れて美人になる。マジでそう本当にもうもう広島帰りたいよ。めっちゃ帰りたいよ。めっちゃ帰りたいですけど、そう次いつ帰ってこれるのかなってなんか考えたらなんか涙出そうになる。そうおばあちゃん、あ今日おばあちゃんにも会いました。ひいおばあちゃん入院してたひいおばあちゃんの方にも会えて結構みんなに会えて、そう会えました。マジでかわちいとこめいちゃんかわいい。ジュニアさんありがとう。元ヤンのお友達。元ヤンのお友達いないよ。そうみんな上京したりいろいろなんだよね。そうなんですよ皆さん帰っても夏休みかみんな大学生とかって帰ってきてないのかな。広島ちゃん静岡に。まあでも連絡そんな持ってないからねあれなんですけど。かんちゃんありがとう。そう歌唱力行きたかった。今日行きたかったの。自分行っちゃダメか勝手に。人間の作ったご飯は最高。もう今日本当になんかママのご飯食べながら涙出そうだった。もう美味しすぎてもなんでこんなに人が作ったご飯って美味しいんだよって思って。もう自分作れないから作る気にもならないし。だからさもう本当にもうやばい。ママのご飯美味しすぎてもうお腹が痛い今結構食べ過ぎた本当に。でママ今日はなんだっけ春巻き生春巻きみたいな作ってくれたんだけどめっちゃ美味しくてめっちゃやばくてもうやばいんですよ本当に。ママのご飯は、ま、何でも美味しいんですけどマジで美味しすぎてちょっと下げよう。ちょっと足正座痛くなった。マジで美味しすぎてやばいです本当に。もう結構激ヤバ美味しい案件でした。ドスコイボンジュール急ぎんちゃくホームシックになりそう。なんか
ホームシックにはならないけど、家族会えるし、そう、ホームシックにはならないけど、なんだろうね、なんか人間が恋しくなるかも。なんかでも本当に広島にいたらさ、そんなレッスンメンバーとさ、なんかメンバーの地元のお友達とか、メンバーとさプライベートのお友達とかってちょっと違うじゃん。なんかさ、なんだろう、なんかさ、昨日遊んださはるるんちゃんとかもさ、なんて言うんだろう、なんかさ、もうプライベートのお友達、なんか一緒にさ遊んだお友達、なんかさ、めっちゃいいんだよね、なんかめっちゃ好きなんだよね、自分お友達大好き人間だから。だからさ、なんか結構さ、もうお友達大好きなんですよ。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いです。もう本当に可愛かった。なんであんな人間って可愛いの、なんであんな目が丸いのと思って、いつも欲しいなと思った。そう、だからさ、なんか友達、なんか結構さ、こっち来たらさ、東京、静岡帰ってきたら東京行きやすくなるから、東京のお友達にも会えるし、そう、だからまあでもホームシックにはなんないかも、わかんないそう、帰ってからだけど、それはホームシックになるか。でも結構帰ってからは結構日程がバーって詰まってるから、考える暇もなさそうだけど、あ、静岡マジ、静岡って多分マジ白い、静岡全体的白糸の滝のマイナス4がなんか降ってると思うなんかめっちゃ、なんかね、なんかほんわかする気持ちが、そう、ほんまそう、いつかない、そう、あ、山ちゃんだ、山ちゃんにタワーのお礼をね、じゃーん、見て、書いたのいるかな、山ちゃん、ちょっと待って、いるか反応見てからにしよう。ロゼシアターでなんかやりたい、いつか。自分のパワースポット劇場です、やばい。そう、なんか自分に合うパワースポットとかあるらしい。東京来た、昨日行ったよ、東京行きました、お友達とはるるんちゃんと遊んだ。嬉しいだけ、マジでやばい、楽しい、幸せ、嬉しい、ハッピーネス、マジで。マジパンさんとでも ライブとかさ、なんか見に行ってみたい、見たことないから。まだこれが俺、あ、やばい、なんか丸めちゃった、症状みたい、見て、可愛くない、山ちゃんのチョコミントタワーの、やばい、待って、字が薄くて見えないかも、見えるかな、見えるか、お礼、ありがとう山ちゃん。いや、待って、なんか薄いって、これさ、ライトのせいかな、そんなことないか、ありがとう。そう、チョコミント体質をね書いたんだけど、途中ね、水色のペンがね、水色のペンがなんか芯がなくなっちゃって、でも鉛筆削りこの家ないんですよ、なんか知らんけどなんでないのって感じだけど、まあ多分小学生が誰もいないからなんだけど、鉛筆削らないかないくて、途中からこっち青でやったから、ちょっとね、チョコミント色じゃない、こっちの方がチョコミント色みたいなの、こうやって近づけてみたら、ほら、あ、まあでも可愛いでしょ、これだけで。どうぞ、じゃじゃーん、この下はなんか ここさ、チョコミントさ溜まるとさ、この下、このさ、チョコミントだらけになるじゃん、だからありがとう、嬉しい、山ちゃんタワーありがとう、可愛いでしょ、感謝感謝です。これあげたい、これさ、本当にあげたい、普通に、これ普通にあげれないあげれないけどあげたい。結構さ、コメント時差ある、やばい、毎日は人に生まれた、チャリ通学しようか、小さいってやばい、たまに住む人はほぼ車移動、あ、そうなんだそうしよう、自分も召使い、執事、井出かなの執事、夢は大きい方がいいから、そのくらい大きな夢を見よう。え、そうだよ、将来何があるか分かんないからね、自分がもしかしたらさ、なんかアマゾンとかそっち系のさ、なんか配達業者でさ、過去一すごい人になってさ、なんか宇宙飛んでるかもしれないしね、時間届かない、なんか本当に都会住むはたま、あ、そうなんだ、結構なんとなく育ったとこは好き、そうなんだよね、そう、でもさ、でも悲しい、あ、そう、もうこの
もうさ、本当にさ、この家との思い出たくさん作りたい。この実家静岡のこの育ったこの家、ここの家、ここの家、マイハウスでの思い出をたくさん残しておきたい。じゃないとやだよ。だからこのマイハウスとの思い出をたくさん、いややだな、なんか、いや、嫌じゃない、嫌じゃないよ、引っ越しとか。でもうわ、赤ちゃんの時からさ、こうやってさ、ハイハイ、この部屋でハイハイしてたんだよ自分。うわ、そうするとさ、もうなんか床がもう愛しくなる、自分の床意味わかんないけど、そうなんですよ。40通って通勤してる宮野ひろしさん、ありがとう。シライトの時、いや、やだないわめっちゃシライトの時外国人さんがめっちゃ多かったな。富士宮でもいつも多いけど、そうなんだ、金曜日スパラ、金曜日悲しい。ちいさん、ありがとう。シャボンだもん。そう、なんか多分さ、うちさ、ほんとデコルテがさ、 なんでこんなないの。いや、これ前に出したらあるよ、こうやってしっかりさ、わざとこうやって作ったらデコルテじゃない、なんていうの、このここでもないんですよ、自分こう普通に普通の姿勢とかしてると。でもこれはでも骨格の問題だからしょうがないんだけど、なんか寂しい、ここら辺が。まあネックレスとかすればいいんだけど、ネックレス置いてきちゃって、自分バカだから。なんかネックレスをその多分寝る時に多分外したのね、なんかあの広島にいる時に多分枕元に置いたままで持ってくの忘れちゃって、しかも2個ちょうどシルバーネックレス2個置いてきて、もうショックすぎる、本当に何やってんの自分と思いました。そう、怒っても帰る、あ、もう怒んないから、うち御宮横丁でオーラのある人がいたらしい。御宮横丁、うちやん、やっぱうちとかそう、静岡、そう、広島は別に辛くない、広島好きだよ。え、そうそう、大学生ね、まだ夏休み前だよね。いや、高校生とか中学生小学生とかも入ってるよ。トムトムさん、ありがとう。最後の夏休みじゃん、おはようごめん。え、かなも思い出作りたい、マジで楽しみ。なんか8月はね、なんか楽しみなことが多くてね、ワクワクハッピーサプライズなんですけど、サプライズってどういうことって感じだけど、10と11日のお話会待ってます。ん ?11 と12か。たむたむさん、わら、ありがとう。そう、生春巻きもちもち。8月からか。てか、カンコレ行きたいんだけど、自分。まあ、行けないだろうけど、絶対。普通にちょっとカンコレ行きたいしさ。なんかちょっと、やばい。なんかこう、夏になるとさ、行きたいとこが多すぎてさ、ちなみにうち今日さ、荷物さ、なんか、水着持ってきたの。海行く予定ないのに。本当に海行きたすぎる。プール行きたすぎる。行きたい。でもさ、大阪にプールがあるらしくて、そう、それを X で出てきて、だから行こうかなと思いました。誰か誘って、お惣菜コーナーとママの手料理ってマジで違うの、本当に。もう違う、本当にママのお料理が一番大好きだから。ママお惣菜コーナーめっちゃ好きだよ。お惣菜コーナーめっちゃ好きだし、結構ね、楽だからね、いいんだけど、ママのお料理ってなんか違うじゃん。だからママの料理が食べたいの。かなちゃんの魅力がアクリンさんのパパにも伝わって嬉しかった、見る目やった、嬉しい嬉しい嬉しい、見る目ある方ってなんか褒められてておもろい。そらぐにゃっつさん、トムトムさん、ありがとう。そう、なんか生春巻きもなんかその春巻きのなんか外の透明の部分がなんか多分なんかライスペーパーみたいなやつだったんだよね。ね、なんかすごい、ママそういうのいいな、なんかうちも料理できるようになりたいな。人間として出る、え、うち人間マジ大好き、本当に人間めっちゃ大好きなんですよ。人間大好きすぎる。かなちゃん、やっほー、ちーぱーさん、今日は一段とか、え、嬉しい、なんでこれライトじゃない、ちょっとライトがさ、こっちから当たってさ、自分の木顔の方から当たってるからちょっといいんじゃない。そう、のぶろびさん、ありがとう。え、ってかさ、キサッチーのさ、こんな私は新幹線ぐらい、たわさたわさ、やばいたわさ、ほんとにさ、
もうなんか最初のさ、最初のあの掛け声さ、その曲をさ知らない人からしたらさ、どういうことってなるよね。自分はその曲めっちゃ聴くしさ、ミュージックビデオとかめっちゃ見るからさ、めっちゃいいってなった。もうめっちゃいい、大好きあの曲。もうなんていい曲なの、わかんないけど大好きなんですよ。めっちゃインパクトだよね、インパクト。めっちゃ好き。10日のメンバー発表遅い、クレジングも重要じゃん。見に来てよ。チョコミントライス、うまい。やった、時間かけて書き、そうさっきね、時間かけてずっとかけて書き、書き、書き、ぬりぬり、書き、書きってしてました。ぼやけてる、待って、じゃじゃーん、ぼやけてないかな。隠れかなう、いでかなうちゃんが2体います。ツインテール、どこでしょう。静岡人は神奈川人より東京行ってる人いますよね。え、結構さ多いよね、神奈川、神奈川来たよ、爽やか食べたよ。なんかもう静岡でやり直した、な、残したこと多すぎてさ、なんか静岡帰ってきてさ、こう遊んでるだけじゃないじゃん、なんか病院とかも行かなきゃいけないじゃん、なんかさ、うちさ、そう静岡なんかさ、そう静岡なんかうち本当になんか一人で行けない人だから、そういうののとか、そうだからやっぱ静岡なんだよね。そうだから忙しいよね。静岡帰ってきてさ、遊ぶだけじゃないっていうのが、一生遊んでたいのに。白糸の滝の近くにブランコ映えの公園と行ったかな。白糸の滝公園とか、え、わかんない、行ってない。リサありがとう。だるだタコ、かな、小学生じゃないよ、ありがとう。そうセンスある、そう感謝です、ありがとう。欲しいよね、買った。そうだからなかったから、さっきハサミでこうやって削ったんだよ。でもう一回上からちょっとね、水色付け出しました、あのチョコミントの色に。本当に自分でこうやって削って、原始的。でも結構さ、あの火起こしとか好きだからさ、好きなんだけど、そういうのやろと。あとありがとう、そうリさん、バラありがとう。そう実家になんか自分の部屋ないけど、なんかじなんかさ、そうリビン、そう実家に自分の部屋もないですけどね。あなた見の進化のスピードが好き、え、嬉しい、やったー、嬉しい。でもさ、なんか外カメとかのさ写真を見るときにさ、あのそのさ白糸の滝で撮ってもらった写真とかもそうだけどさ、なんかさ、なんか自分やっぱさ、なんかあれなんだよね、結構さ、なんか口が、歯並びがなんか思ってた以上に悪いんですよ自分。そういえばマジでなんかちょっとなんか、だからそれ最近あんまり歯出して笑ってない、写真では見たらわかると思う。歯並びが思ったより悪いんですよ。今まで自分歯並びいいと思って生きてたんですね自分で。全然歯並びいいしって思ってて、今日写真でこうやって見て、なんか自分どこの顔がダメなんだろうって見てた、アップして見てたら歯でしたね。なんか結構ここがまず出っ張ってる時点でアウトなんですよ。でここへこんでて、ここの前歯も結構前歯が前に出てるんですよ自分。なんかここを整えたいって思って、そう矯正をね、そうって感じです。本当にあとなんかほっぺのお肉がいらない、なんかな、ほっぺのお肉はさ、ちっちゃい頃だからさ、もうしょうがないの、ちっちゃい頃からこんなんだからしょうがないんだけどさ、本当にやばい。ホワイトニング行ってるよ、うちホワイトニングは契約してるから行ってますよ、ホワイトニングは。そうそう、だからうち前歯出てるから、こうやって笑う時も普通だったらさ、こうやって笑ってさ、うんって閉じたらさ、こうボコってしないのに、自分前歯があるせいでうんって笑ったらなんかボコってするんですよ、ここが。それがちょっとね、コンプレックスですね、コンプレックス。
まあ、コンプレックスをコンプレックスで言うからコンプレックスになるんですけどね。驚きとし欲しい。でもさ、ああいうの見たらさ、なんか自分ってなんか別に落ち込んでるとか病んでるとかじゃないよ、なんか自分ってなんか才能ないなと思います。なんかこう飛び抜けてるものがないって言われたけど、確かにないなと思って、なんか悲しい気持ちになる。なんだろうって思う、自分の存在価値を。でそれは嘘だけど、それは嘘だけど、どうしたらいいんだよってめっちゃ、ね、迷いますね、悩んじゃいますね、はい。あ、デコルテ、そう、ナコルテ、これリアちょっと恐れじゃないよ、一人で恐れ、一人で恐れってどういうこと。あと何が、静岡マジ激アツ、激アツすぎるんですよ、本当に。静岡やばい、本当にもうずっとなんか汗拭きシート、スースーする汗拭きシートをずっと首にこうやって巻いてる。恥ずかしいけど静岡弁どんな感じ、あんまり使わないかな。え、もうこう配信で喋ってる感じだから、多分出てなかったらその静岡弁がそもそもあんまないのだと思う。キロタートありがとう。そう、8月に聴きたくなる曲トップ2教えて。夏のせい、夏のせい、何の曲か知らない、夏のせいで、これよく Spotify で流れてくる広告みたいな。あとはいや、クリスマスソング、逆にクリスマスソングとか。それは嘘だけど、8月、あっ、わかんない、うちがさプレイリスト出したじゃん、あれ結構聞くよ、あのプレイリストは。カンコレワクワクハッピーサワーですよ。サワー、サワーじゃない。ワクワクハッピーサプライズです。サプライズ意味わかんない。もうちょっと日本語大丈夫かな。カンコレ出たいです。ちょっと、そのうちにちょっと姿勢よくしとこう。こうやって歩ける。そう。熱海さんビーチ、暑いよね。絶対焼けるよ。今日、うち多分親戚一、今白いです。真っ白なんですよ、肌が。なんか知らんけど。エミさんありがとう。清さんありがとう。嬉しい。加藤さんありがとう。ワンピースです。オフショールガールさんが嬉しい。超記念グッズを私から来てください。待ってます。ライスペーパー流行ってるよね、 TikTok で。コンタクトしてる、してるかしてないか。え、黄色いんだけど、してるかしてないかはご想像にお任せします。なんか黄色くね、目の中が。でもこれ安かった。そう、自分今そのドアリーのコンタクトの透明のレンズコンタクトなくて買ってきたんですよね。でもなんか買ってきコンタクト屋さん行ったんですよ。そしたらなんかその7月までに使ってくださいみたいなあるじゃん、そのなんか期間、なんか使用期間が7月までのやつをがめちゃ安く売ってたから、それを買ってきました。節約。そう、私から当たったよ。やった、とも収まってるね、嬉しい。だけさくらさんありがとう。バラ今日短い。嬉しいですね。え、なんか嬉しい、なんだろう、いやマイナスイオンのおかげだよね。うちマイナス10歳になったから9歳になった。いや今日9歳なんですよ、自分。そう、9歳なんですよ。マイナスイオン浴びたんで。夏のせい、誰か覗いてる？怖い、後ろにいないですよ。読み入れなんで行きたいの？爽やか食べたい。結構びっくり。そう、サチの曲ね、めっちゃ好きやの曲。もうサチに歌ってもらおう。ルンルンさんありがとう。バラ結構時差あり、やばい。ママ朝に買っておいてくれた、さっき食べたよ。あと桃があって、桃食べたんだけど、なんか桃なんかまだちょっと熟してなくてちょっと苦かった。学生夏休み、かなの推しメン、どういうこと。そう、写真で見るとなんかさ、今まで話しててさ、やっぱ話しててさ、自分の声口元ってさ見ないじゃん。そんなだって配信したら、この配信この画面見るしさ、見るとしてもこの目とかなのね、この配信してる自分を見るとしても口元を見ることがあんまなくて、そう見た、もう気になったら終わり。なんか結構さ、自分前からさ、
気になったら終わりっていうのを分かってるんだけどさ、気になったら終わりだよね。でも可愛くなろうとしないと別に悪いことじゃないからね。ホワイトニングいってるよ案外全然。いやよくないって、ほっぺも投げて必ずほっぺみんなにあげる矯正は早い。そうそう、矯正はなんかでもなんか結構ちっちゃい頃にやった方がいいとかそういうの言うけど、でも これはさ大きくなって喋りすぎて、ほんとにちっちゃい頃こんなんじゃなかったの、自分の歯ね、こんなんなってなかったのね。多分こう喋りすぎて、なんか息で喋るとき前に息スッってやるじゃん、それで前歯が出てきちゃったのかなって思いましたね最近。そういうのよく考えてる。アイドル歯が命、めっちゃパパに言われるそれ、パパの口癖、もうパパうるさいぐらい言ってくるそれそう歯医者、そう歯医者復活戦、かなえちゃんが岩田ひなさんと橋本環奈さんに見える、いやそれやばいって、炎上案件。そう右上のところ、ここでも結構前から言ってるよねこれは、陥没してるところ。そうチャームポイントはエクボです。何やる、めっちゃ涼しい、肩のリップ外しても何もなんないから。大丈夫さん、あとありがとう。新地さん、シャボン玉ありがとう。今来たらめっちゃドアップ、そう目を見せてました。巨大な袋調子いいんですよ最近、なんでだろう、嬉しい、なんか目が輝いてるからしてるかなってこれかな、このライトがねあるんですよ、ここにママが買ってくれた。10日のフェス、フィジボルさんと共演できるやん。そうそう、うち思ったの、最初にそのサイトを開いた時に、やばいと思って、やばいと思ったんですよ。でそしてまた、もう一回サイト後で10分後ぐらいに改めてなんか誰がいるのかなってサイト開いたら、なんか自分の目でなんか確認できなくなってて、え消え、なんかわかんないけどなんか見つかんなくて、幻覚と か, なんか F がつく違うグループだったのかなって思ってたの。えやっぱええいるよね、え違うかな、めっちゃさびっくりしたんですよ。はい、そんな感じ。ミカカタありがとう、今日の課題どういうの、そうニコニコしてる、ニコニコチャンネル、さっきのタワーの、あそれか、山ちゃんありがとう、バラ嬉しい、お題はアイドルかなうちゃん、え嬉しい、ジュースありがとう、パグってパグじゃない、今日パグじゃないでしょ、もううちが強制したらパグって言えないからね。山ちゃんありがとう、バラ、川原誰、山ちゃんありがとう、シャワー、バラ、高木さん、あそいぼらありがとう、マルサートありがとう、こんばんは、後ろ姿は今のカナエみたいな感じで振り向いたら50ね、やだやめて、本当に怖い。そう髪切ってもらわなきゃ、ひいおばあちゃんに、極上のウェート何ウェートウェウェンツデイ、前歯ですぎやん、いや違うんだよ、だから前歯勝手に出てくるんだよ、喋るから、喋るときに息がこうスッってなるから前歯が年々出てくるんですよ、で出っ歯になるんですよ、自分で出してるわけじゃないです前歯。かなは喋りすぎて歯が出て、そう歯が出しゃばってきた歯が目立ちたがりやすぎて出しゃばってこういう結果になったんですよ。なんか今日透明感強い、嬉しい、透明感女子でいこうかな。家のパパドロ型やない、パパドロ型じゃないよ1ミリも。かなちゃんの前歯好きになった、えどうしようどうしよう、サイボーブさんバラありがとう、無意識に歯で下の、えなんかうち結構顎、なんかそう自分はここが結構、ここもコンプレックスで、この下の肉がなんか結構肉があるんですよ昔からね、顔の肉に関しては全部なんか、それで舌を上にかけてつけると、なんだっけか、なんとか法みたいな、なんか顎がなんかシュッてするんだよここがね、それを最近やってるんだよね、意識してる、かなえくんですよ、ハラオさんありがとう、タコ足がしびれる10日は公演と予想したらフェスだった、
グレピーマン体操第一すぎる。シスタートありがとう。暇だから犬の配信でよろしい。え、嬉しい。暇つぶしがあっていいね。どうもさん、レモさんありがとう。私が。お話が明日までなので、ぜひ待ってまーす。皆さんです。そう、こうやってスーパーボールとかを救いに来たりしませんか？久しぶりに可愛くなってる。嬉しい。よかった。そうやって思ってもらえて。ひわばさん。やば、なんかもうめちゃ脱力時間みたいな。息で前歯出たの初めて。絶対そうだよ。絶対息でさ、こうやってフーってやるからさ、前歯がうえって出てきたんだよ。しんごくん。かなうかわいい。嬉しい。嬉しいだけ。いや、まあでもね、なんか思った。なんか昨日結構さ、なんか自分ってさ、その色メンバーいろんなメンバー見てるから、なんかこう直接見てるわけじゃん。だからさ、なんかもうなんかが目がバグってるわけやん。もう幸せすぎて、いろんな皆さん可愛いから。で、なんか目がバグってて、なんかその昨日春ちゃんと遊んで、もうめちゃもうめなんかめちゃ可愛すぎて、なんかもう最初から分かってたんだけど、可愛いのは。それでなんか人間なんか、なんだろう、なんか世界って広いなと思った。こんな可愛い人が世界にたくさんいるなんて、そんな不平等だ。嘘。それはそう。でもなんか世界にたくさんいるってことは、つまりなんか世界平和だよねと思った。前歯以外、確かにこれ絶対、でもこの歯はめっちゃ遠慮してるよね。結構前に出るの。多分この子は、この歯は多分あれなんだよね。なんかその前に出るのが苦手なタイプの子。こことここがマジで出しゃばりすぎ。本当に。イコピョピヤッホー。嬉しい。かなわしらず入ってる。うやしらず何これ？やっぱ？あいう体操してるよ。あいうえおーってやつでしょ。うーみたいな。やったことある。あのね、学校でさ、マスクしてる時代あったじゃん、高校生の。その時めっちゃしてた、マスクの下で。あの下回ししてますか、こうやって下を。え、なんかブスだから見せたくないけど、じゃあ見ないか。やってもこうやってめっちゃ歯のこう回していくんですよ、下を。そうすると顔が痩せるみたいなのを、めっちゃ高校のマスクしてる時代にずーっとやってた。あと高校の朝の会とかの時、朝の会始まるまでここがオロオロしてた。加藤さん、なるほど、ありがとう。夏祭り最高。吉さん、レモさん、ありがとう。そう、かき氷かわいそうな虫。え、嬉しい、ありがとう。前は最初から出てます。そんなこと交換力と。ふむふむ、今日静岡ね、めっちゃ天気最高かな。かわいくないよ、そんな。歌唱力見てきた、すごいよね。いいな、なんかよいしょ。楽しい。楽しいじゃない、めっちゃ何楽しいって勝手にさ。で、楽しい、やばい。いい、なんか世界って広いわ。なんか唇をプルプルにしたくて。プランパーみたいな、なんか知ってますか、プランパーって。なんか塗るとヒリヒリして唇が腫れてくやつ買おうかなって思って。そしたらね、人気のやつがプラザなんだっけ。プラザじゃない。プラザだ。プラザ行ったら人気のやつが売り切れてて買えなかったんだよね。しさん、ありがとう。シャボン玉可愛いに正義。そうです。しさん、だるまありがとう。カトさん、レモさん、ありがとう。森、何、森食ってるって、どういうこと。森は食べれません。可愛い子いっぱいいるけど、その中でお汁粉見つけるのが難しいのだよ。確かに天下取れるレベルで可愛いのに1ミリもアイドル1個いますね。どういうこと、どういうこと、意味が分かんない。どういうこと星になってるよ。みちゃく語りが、そこがおろしたこと。ひろしさん、ありがとう。バラ、興味ない子いますよね。どういうこと、何、小顔にってこと。そう、こんばんは。
人と並んでたら分かるけど、かなう小顔だね。小顔じゃないよ、どこが小顔なんだよこれのどこが小顔なんだよ、小顔じゃないですよ、全然本当に小顔になりたい19歳、入れかなうです、よろしくお願いします。あ、これでいいじゃん、この角度いい、めっちゃ。そうそうなんですよ、かなうが一番かわいい、嬉しい、かなうがかわいいなんて出れちゃうよ、出れる出れる、かなうかわいいって、ちょっとかわいい、やばい、目が乾燥した、かわいい、恥ずかしいです。リッププランパー、そうリッププランパーです、欲しい、今めっちゃ買おうかなと思ったけど、売り切れ、どこも売り切れてるんだよね、なんか結構 SNS でバズってるやつは。唇塗って今からどこで配信してるんだわ、どこも行かないんですよ、全然配信ゆっくりしてる。プラザ、そう、おしゃれな浮気鉢のことでしょ、え、どういうこと、南光さんあとありがとう、浮気鉢何、プラザが、プラダ、プラダがってこと、どういうこと、プラザ、もう頭おかしかった人、分かんない、シピシピのブランパー、え、そう、それが欲しくて、あれみ、なんか水飴みたいなやつでしょ、欲しかったのに売ってないんですよ、売ってなかったんだよね、売り切れ、めっちゃもう何個もあったのに売り切れてた、なんで知ってるんだ、流星、彼女ができたってこと、僕に彼女ができたこと、南光さんあとありがとう、そうかな、俺の顔半分ぐらいしかない、やい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 や、小川の先輩誰ですか、皆さん、もうさやさんを初めて生で見た時も顔ちっちゃすぎて、でも目玉が出てきた、本当にワクチン打ちそうな服、確かにあーわー、最近めっちゃ推してる子がいて、金は誰、小川だと思う人他にもいた、誰誰誰教えて、こうたさん、あら、ありがとう、お疲れ様です、こうたさんありがとう、じゃあこんな、とりあえず今から爽やか行こう、行きたい、爽やか行きたい、爽やか行きたい、爽やかフェスティバルしようよ、みんなで爽やかフェスティバルパーティーしようよ高木さんからありがとう、こうたさんありがとう、じゃあこんな、プランパ、プランタープランタープランパーじゃない、ん、あけらさんが、プラザは、そうそうそう、間違えちゃった、きた悪夢にやる、何それ、こうたさん誰もありがとう、なんかさ、や、体調大丈夫、でもマジで今日、そうそう、自分さ、なんかもともと車酔いとか、ま、全くしない人なのね、車酔い船酔いとか全くしないタイプで、今日なんか車乗ってて、なんかめっちゃ気持ちは、なんか車酔いしたんだけど、うちマジで夏熱中症にもなりやすいタイプだから、それとかあったと思うんだけど、マジでなんかめっちゃ気持ち悪くてやばかったの、今日一日本当にやばかった。あとうちなんか夏、夏めっちゃお腹壊すんだよ、熱中症ってお腹壊す症状あるらしくて、めっちゃそれなのね、お腹痛くなるの、なんか熱中症かなんかわかんないけど、自分ね、なんか年中熱中症って感じ水分取らないから水分取るの苦手だからね、頭の回転、そう、春限定色の桜可愛かった、欲しい、買おうかな、買おうかな、今日の坊主さんのポスト見た、広島のやつ見た見た、ここでコメントしてくれる人が神奈川小顔って顔が、小顔じゃないじゃん、でもなんかうちが小顔っていうのは多分あれだと思う、なんか身長的に恥ずかしい、もうやめよう、やめようやめよう身長的に普通に多分小顔っていうか標準サイズなんだと思う、身長がちっちゃいから、気をつけに出た子、オンライン買いすぎた、あ、あのあれの子、なんか戦いの子言ってた子、あのリアこの前、やばい、今回の気をつけ激激ヤバすぎる、激アツ、やばい、マジでやばい、思ったもう園ちゃん可愛すぎてやばい、もう今回の気をつけマジやばいので、本当に全員見ましょう、私は見ます、ちなみにマジでやばい、本当に今日今回の気をつけやばい、月曜日は忙しいな、気をつけと海の始まり 見るじゃん、もう忙しすぎ、忙しくないわ暑かった、アイス食べすぎ、アイス食べないんですよ、そう今日暑いから夏バテです、めっちゃ
静岡、そう今日ね、あの、あ、そうそう、富士のあのなんだっけ、浅間大社のお宮横丁っていうご飯、焼きそばとかなんかいろんなものが食べれるところがあるんです。ちょっとした食べれるスペースみたいなあって、そこ行って、まあ、高校生の時よく行ってたんだけど、久しぶりに行ったんだけど今日。そしたらなんかコップくれて、そこの真ん中にある井戸みたいなところ、なんか井戸みたいな、なんか水が湧き出てるところ、あれ富士山の水だからあれ飲んでいいですよみたいな、飲んだんだよね。みんな来てください、富士山の地下水が飲めます。静岡ってもみんなそうか、富士山の水か、クーラーでタバコ吸うって思うじゃん。違うの、もうクーラーとかじゃない、クーラーとかじゃなくて、めっちゃもう外とかにいてめっちゃお腹が痛くなるの自分。そう、なんかクーラーとかじゃなくて普通に車の中でいてとか外で歩いててとか、なんか何もないのに暑くてお腹痛くなる、暑いとお腹痛くなる。車乗って気持ちよくなったら、マジで車なんか最近ダメ、本当に酔っちゃう、酔っちゃいか。静岡マジで水美味しい、小顔かな、笑うな水分取るの苦手なんですよ、めっちゃ水分取るの苦手なタイプで、苦手なタイプとか、いや普通に苦手なタイプとかないけど普通に水分取るのに取れよって感じだけど、マジ苦手なタイプでね。ママえ、うちマジでさ、ママにさこうやってお水出されないとさ、学校帰ってきてもさ水分取らなかったよね。うん、だってそうなんですよ、だからマジね水分取るの苦手なタイプ。ママが出してくれたと思うけど自分からは飲まない、おいし、なんか美味しくないというか味しないしね、お茶とかお水とかって。那須川天心さん弟いるみたい、そうそうだよ、継続だね。これ知らん、すごい、今日好き、今日好きになりました。マジで今日好きのさ、あのスタジオゲストやりたい、お願いします。全部のパーツ小さくてそれ悪口やん今日のかなえちゃんが嬉しい、ストレートは好きかも、カイマいたんだからさ、そういうこと言わないでよ、カイマが頑張ったんだからそういうこと言わないでよ、それ彼女怒るよ、もし彼女いたら短期彼女短期な彼女だった場合、うちみたいにあ、ちょっと怒っちゃいますね。普通にさ、普通に考えてさ、こう自分頑張って髪巻いたんだからさ、そういうこと言わないでよって思いますね、そういうこと言われたら。かんちゃん、まるまるさんありがとう、10日ハム太郎来た人かってやばいって、やばい、カオスやん、めっちゃ、ええ、そういうフェスってこと、ハム太郎するフェスなの、え、じゃあハムスタロー、ハムスタローあるのかな、ハムスタロー。そう、かんちゃん、レモさんありがとう、水分取れないんです、マジで静岡の水美味しいよ、水道水飲めちゃう。さいや、最近水飲めない子供多くなったよ、そのニュースさリポストしてくれたよね、見た、可愛かった、あの表紙の子供表紙っていうか、なんかあのサムネの子供めっちゃ可愛かった、そこにしか目いかない。ああ、水を飲まされるハムスターそう、飼われてるハムスターだから、うち自分からは水飲まないんですよ、本当に水は飲めない、なんか飲まないじゃない、飲めない病、なんか水ほんと一口は飲めるよ、そっからが喉に入ってかないんですよ、言い訳、人生で喉乾いたことあるよ、学校帰ってくる途中でも水は飲まない、コーラ飲むそうなんですよ、アニクラかな、アニクラ、何それ、水美味しい、そうマジで静岡、自分はだけど富士山のお水ですよ、水道水なので、富士山地下水とか富士山お水だからマジで美味しい、え、多分ね、そうなんですよ、静岡はミリオめっちゃ美味しい、どっちも美味しい、やばい、ちょっともう、ちょっとなんかここさ、これベッドがあるんですよ、ここに今あの空気ベッドみたいなのがあって、それちょっとさ狭い、ちょっと狭いんだよね、それでどうしたらいいか分かんない、短期なかな、彼女が、そう短期、うち短期だと思う、みんなうちと付き合ったら多分大変ですぐ怒ると思う、配信で見ての通り、スイカ食べたい、え、待って待って、ちょっとスイカ食べてる動画でさ、めっちゃおもろい動画ってさ、パパがさ、金がちっちゃい頃のスイカ割りした後のスイカ食べる動画、マジおもろ、おもろ、ちゃ、ハードル上げちゃダメだけど、マジもう爆笑したんですよ、ちょ、明日 X あげるから見てほしい、本当にやばい、マジでなんかもう
もう本当にもう笑うしかないぐらいやばくて、見てほしい。今日パパがエアドロしてくれたからかな。東海行きたいんだけど、行くと広島間に合わなくなっちゃう。そっか、キュウリでも水飲めないって致命的。そう、致命的なんだよ。だからコーラしか飲まないんだよ。拒否拒否。え、でもない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 、拒否だけ送る。北側は季節で見てる。マジ自然いいよね。実家もコーラ大量にないよ。背中気になる。背中なんで。背中普通の背中です。いやなんか角度ついた。いやまだもう炎上するからやめてよ。叶えたい、叶えさせましょう。彼女今通った美人見つかでしょとか詰めてくるから困る。彼女いるの？絶対それ妄想の世界だからね。だっていつもさ、いつも豆スイカ、今日は豆スイカって名前なんだ。いつもさ、うちらにさ、ひどいメンバーにさ、ひどい言葉言うのにさ、そんなひどい言葉さ、彼女にさ言ったらさ、彼女多分すぐもうストレス溜まって1ヶ月後には別れると思うよ。あ、それかなうみたいな彼女だった場合だけど、 X 楽しみにしてて。かなう短期はめっちゃ歓迎するぜ。じゃあサッチにかなうは切りやすいからって言ったら爆笑したしな。違う、でも普通に違う、切りやすいじゃない、切りやすいじゃない、なんか反抗したくなっちゃう。反抗期、ママに言われたんですよ。かなうはもうなんかさ、精神年齢が3歳低いから、もうこれはもう絶対そうみたいな言われて、もう 誰が何と言っても精神年齢3歳低いからみたいな、他の人より脳みそが3歳遅れてるって言われた。だからまだうち高校生だから、まだ反抗期なんですよ多分脳みそが。で、許してお願い。ち、切りやすくないよ、切れないよ、そんな。え、普通にも切れない、日常では切れないよ、そんな。結構優しいから、え、めっちゃ優しい性格だから、うち日常では切れないんだけど、こうやってなんか頑張って髪巻いたのにストレートがいいとか言われたら、ってなる。ピスケさん、ノブさん、やっほー、蛇口からコーラ出てるでしょ。それなんかちょっとやばくない？結構砂糖じゃん。ノブさんまだありがとう。ずっと住むなら暑いと寒いとこ、寒いとこかな。で、服たくさん着る。フルーツで毎日水は、やだ、そんなアイドルガチ、もうマジそんなアイドル絶対いない。そのアイドル絶対 A 型。怒られちゃう、血液型で決めつけたら。バチの俺、違うかな、めっちゃ楽しいよ。マジうちめっちゃ喋るから、友達と初めて遊んだ友達とかもそうだけど、ずーっと喋ってる、いろんなことだから話尽きないんだよね。結構マジおもろい、楽しい人生だから。逆に初めましてない人の方が話しやすくて好きなんだよね、めっちゃ。ペペシャコカコーラ、コカコーラ彼女いない人多いから言わない方がという定説。そう、教えてあげてるってこと。どういうこと、どういうこと。かなお気に入り角度、こっちで配信したくないから、こっち、いやー、なんかこっちの顔、こっちにします。脳みそが遅れてる、そう、ママに言われた。まあ実際うち骨の年齢も小学1年生の時に、あなたの骨の年齢は3歳ですみたいな言われて、子供病院行ったんですよ。だから大丈夫、体が脆いってこと。脳みそも脆いってこと、もう全部脆いってこと。そう、めっちゃ記憶にある。なんかさ、もうめっちゃ肩落ちてくる。なんかさ、ちょっとなで肩だから。そう言われたんだよね、あなたの骨年齢は3歳なんですぐ骨折しますって。小1の時骨折してた時、あ、子供あったんだけど、身長もちっちゃかったから子供病院ずっと行ってたよ。毎年食らってた。精神年齢3歳低い。服涼しい、エアコンついてる。マサヤさん、レイモスさん、ありがとう。実家にいるとエアコンない気にしなくていいからね。反抗期で、うち右にいるんだったら誰もいない。ちょうどミューポンくらいの精神年齢いいし、その方が楽しいし、その方が人生楽しいですよ。やっぱり、ね、子供ってね、やっぱ気を使ったら思わないんですよ。人生楽しんだもん勝ち、万事ですから。子供病院は今行ってるやん。行ってないわ、子供病院今も行ってないよ。もう行ってないよ、子供病院はもう行ってないよ、本当にガチで。子供病院行ってない、高校の時も行ってない気がする。高校の時ってなんか、そもそも低身長ノンチョロコンチョロがなかった気がする。
中学生までですね行ってたの。もう採血されて、なんか身長が足りない、低身長で行ってた。いいやんこの身長でも。ファッションがです、やった。身長称賛じゃないよ、牛乳好き、かなって折れないよ。もう握力30、40ぐらいある、もうムキムキマッチョなんで今、ほら今めっちゃマッチョなんですよ自分。だからマジ大丈夫なんだけど。萌えさんありがとう、バラ嬉しすぎる本当にね。そうマジで、だから結構ね、そう折れないですよ骨は、さすがに。そう今日さ白糸の滝行ったらカブトムシの匂いがして、パパがさめっちゃカブトムシの匂いするって言ってさ、めっちゃカブトムシの匂いがしたのね。カブトムシ取りしたくなったね久々に。実家帰ってきたらカブトムシ取りよくやってるんですよ、夏とか帰ってきた時取り行きたいな。静岡夏休みの課題やってない、やばい最後に食べちゃう、嘘名前ないけど、夏ムキムキマッチョウーマンです。そうなんですよ、人気がハートありがとう、リパプールさんバラありがとう、先発メンバーとの握手ありましたけど彼女の握手もいいですか、ね、広島リアル握手したかったね、リパプールさんバラありがとう、クワガタクワガタも取るよ一緒にみんな。なんでみんな11と12日のお話し会待ってます。本当に本当に待ってます、気候勝ちで。もうこうやって救えたりとか取って、わあこんなのもらえちゃうの、わあ嬉しいとかありますね。今めっちゃヒント出したけど、こんなのもらえちゃうのとか、こんなのもらえちゃうのペタとか、こんなメッセージくれちゃうの、しかも今書いたよねみたいなこととかまあいっぱいありますから来てほしいですね。11日と12日、今書いてくれるのとかありますね。ご褒美、ご褒美ってのは当たったらとか、そういうのお話しか月曜日待ってます、嬉しいよ。カブトムシのメスってどういうこと。そんなのあるの、ポイとかある、虫取り液が形に悪い道がつけられてる、スキーダムシ、夏はトトロと遊んでと、トワートワーロワートトロ大好き、おはよう。ファッションショーないよそんな、虫触れないよ、嫌いだよ、抱っこするイベントありませんよ、私物サインもいつかお願いいたします。あ、私物サインしたい、メッセージは私物サイン許されるんじゃない、女性と食事に行ってるトイレ行って水飲みたいな、みたいな、どういうこと、どういうこと、脈なしです、お悩み相談室、皆さんの恋愛の質問にどんどんイルカナが答えていきます、それではどうぞ。あ、ゴキブリ見た、イオンモール府中行ったら外にゴキブリが歩いててめっちゃでかい、もうこんなんだよこんなん、もう沖縄で出るレベル、もう知らんけど沖縄ではゴキブリをそもそも見たことないけど、めっちゃでかくてやっべーと思って、なんかもうその瞬間から歩くのが怖くなった、道を歩くのが、だってゴキブリがいるかもしれなくて足につきまとうかもしれないから、なんかね、あでもなんか結構ゴキブリはなんかねでも怖いです、嫌いだけど、ママの弟が双子トカゲを飼ってたんですよ、2匹カトキチとトカキチみたいな、今でも名前覚えてる、双子オオトカゲみたいな名前のトカゲを飼ってたんですよ、カトキチトカキチ飼ってたんですけど、その時の餌がなんかゴキブリみたいなやつで、コオロギとかもあったの、たまになんか部屋にばらまいちゃって、たまにいたことあって、ママの弟の部屋行ったらね、そうだからちょっとなんかその耐久がついたのかな、い嫌いだけどね虫は、デートはサイズ、デート何欲しいのに、サイズでいいですか、いいじゃん、うちサイズ好きだよ、チョリソー食べよう、チョリソーとエビのサラダと小エビのサラダとチョリソーとドリンクバーとカルボナーラとコーンスープとフォッカッチャみたいな、フォッカちゃんみたいなフォッカッチャみたいなやつを頼む、もういっぱい頼んじゃおう。そうムカデ嫌い、
ゴキブリは寝とるよね、帰れないぞ。やだ、嫌いよ。元気さんありがとう。実家でペット飼ってないよ。飼いたい。飼いたい。飼いたいって自分が言うことじゃないけど。セミが川にぶつかっても平気やろ。セミ、え、誰、ちょっと待ち、これセミが顔にぶつかってもってさ、なんでさ、うちがさセミさ顔にさくっついたことあること知ってるの。え、絶対さ友達でしょ。ママ、ママがコメント、これママ、ヒョウはさママ違うか。え、なんでカナの顔にセミがついたこと知ってるの。気になる気になる。今年セミの鳴きを聞いた。ハッピーサマーの幕開けだーですって感じですね。フォッカちゃん、なんだっけ、フォッカちゃん、フォッカ、フォッカちゃんみたいな、フォーカちゃん、フォッカちゃん、なんだっけ。今日さめっちゃさ言葉わかんなくてさ、うわ思い出したい。パパ、パパと会話しててさ、なんか言葉がわかんなくて、日本語がわかんなくて、それをなんかめっちゃ言い間違えた言い方ずっと言ってたんだよね。恥ずかしかったっていう思い出がある。なんだか忘れちゃったけど、フォッカちゃんめっちゃ食べるよ。サイゼリア安いから。富士山見えるよ、マント富士。うちさ英語のマジ、うち頭悪かった時代ね、自分英語マジできなかったから、マント富士とかマント富士、ミスターミスの違いが分からなくて、中学校の時に英語の勉強で。ミスター、ミスター山田とかさ、なんか書くじゃん英語の授業で、なんか先生、英語の先生はなんとかなんとかですみたいな、そんな書くじゃん。うちさマジそういうのできなかったからさ、マント山田とか書いてさ、富士山なの、富士山なの、そう、山田さんみたいな。よくそれでバツくらってた。ミスターミスマントの違いが分からなかった。山田さんやばい、めっちゃ記憶にあるもんだからはずっと思って。でも頭悪いから、イズ、ディスイズとかさ、ザットイズ、イズみたいな、ザット、ディスとザットの違いも分かんなかったもん。結構頭悪かった時代。今頭いいですよ。おっさんとジジイを転がしてなんぼだよ。ジージー、パ、パパをってどういうこと。エビのサラダ甘いか、え、マジで美味しいよね。なんでやねん、え、なんでやねん、だってカナ、カナの顔にさ、でもなんでやねんって言わないか、うちの知り合いの人たち。じゃ違う、カナの顔の、あと額にさセミがついてさ、あ、これ違う、カエルか、あ、違う、頭についてないわ、それカエルだったわ。セミはなんか、セミが大量の木に、もう木にびっしりついてる公園に行って、なんか見つかかったなと思ったら、セミがなんかめっちゃかけてきてて、そのセミの糞を。マジ最悪だった、マジ汚くない、え、公園ちょっとあんまあれ。ジアユフライの尻尾と思ったら平気、え、なんか一緒の成分とか言うね、マジでやだ。ジギ、あ、分かる、そういうのあるよね、キイさん、よくある、よくある。俺が最近買ったウサギの名前聞いてくれる、教えてよ。分かった、当て、当てた、当てたい。キュン、キュンちゃん、キュンちゃん、キュンちゃん、意味わかんない。カナダデートするの滝とサファリでいいの。え、やだ、うちデートするなら、この辺でデートするならどこだろう。横浜がいい、絶対横浜がいい。あ、すぐ横浜行ったわ、うち食べっ子動物ランド行きました、行ってきました。マジやばい、めっちゃちっちゃい子しかいなくてめっちゃ癒しだった。最悪な感想、めっちゃ可愛くて。食べっ子動物ランドも最高でした。横浜行ったよ。まあでも横浜は幸せなカップルを見ましたよ、横浜で。私はこうやって信号待ちで、うちはこうね、コスモワールドの前にいて、ポーターは何だっけ、ポートワールドじゃない、何だっけ、あの、あのショッピングモールあるじゃん、みなとみらいの。そこでなんか、そこの入り口でなんか男の人が待ってて、だ、彼女と待ち合わせそこでしてんのね。女の子がこう気づいて、めっちゃこうやってうわーみたいな手振ってて、走ってギューってしてたの、やばーと思って、それ後ろから見ながら、青春激アツ、青春シャシャクラブって思って思いました。ふっかちゃん、ナッカーさんありがとう、アーチュールズさんありがとう、バラ、オーツアートさんバラありがとう、ロンドンハーツが止まったんだ、何それどういうこと、急に黒い紐出てきて G かと思った。あるよね、なんか黒いのが落ちたら髪の毛のゴムだったとか。結構でも女の子ある。
髪の毛のゴムとかポンって部屋の中に落ちてることとか結構あるんですよ、なんか知らんけど。それで、え、虫いるんだけどって思ったら髪の毛のゴムだったでーすとかあります。結構そう、マント富士山田山、そう、定時制しか入れんかったやろ。うちめっちゃ頭良かったよ。もう一番頭良かった。お相撲さんって言わないで、どすこい。マント取れた富士。 This is is かっこよ。 This is is そう、なんかさ、富士さんもさ、マント富士、なんかマント富士っていうセットっていうの知らなかったから、自分はミスター富士とかミス富士とかテストに書くのね、そういう富士さんのとこととか書い出しても普通にやばいやん。富士くんってこと、富士ちゃんみたいな彼女を富士くん、富士ちゃん、本当にやばいですよ。結構英語わかんない、あれこれそれ、そう、それもわかんない。 He だ、なんだ、 Which、 どちら、 When、 It's、 Where、 どこ、 Why、 なんちゃら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 の知ってる。マント富士は富士山のように他人に対してマント取ることで信じちゃう。信じちゃう、信じる、どういうこと、どういうこと。英語に信じるとかあるの。信じるの英語、英語わかるよ。トゥルー、サハラ砂漠のサハラ砂漠って意味だから砂漠、砂漠になる。頭よ、カリカリのバンミパンみたいなのわかりますか。スープに浮いてるカリカリのパン、え、わかる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 、あって、コーンフレーク、コーンフレーク、コーンフレークかな。おはよう、 This is is ってか、そう、カエルが顔についてとか、リアルにカエル化してたけどそう、自分頭にカエルがついたことあるんですよ、ここにポンって。キモくない、普通にカエル化現象すぎる。それをさ、まあそれちっちゃい頃だからいいけどさ、今の自分にここにカエルがついてて、うわー助けてとか言ってたらマジでさ、ガチカエル化だよね。バズるかも。おねらさん、ね、やばい、センスありすぎ。伊勢さんにして次に引きなかったけど、行くところが子供、子供って言わないで。じゃあ大人はどこ行くの、大人のデートスポットってどこ。知らんわ、デートなんてしません。横浜、みなとみらい定番すぎる。横浜でも CP の邪魔した、いや、しなかった、できなかった。さすがにさ、そこにさ、わーって入ってきたらやばいやつじゃん。したかったですね、悔しい。こうやって目でこうやってめっちゃ落ちた。うわ、小さい髪に3秒で名前つけるなら、ひよこ、ひよこちゃん、今ひよこがそこにあった、かわいい。絶対あれさ、みーちゃんが、絶対みーちゃんが並べてったんですよ、あのひよこテレビの前に。へえ、めっちゃ怖い、涙出てくる。ああいうところ、4体います、親ひよこと子供ひよこが3体いる、並んであるテレビの前に、あれ絶対みーちゃんが並べて帰りました。もうかわいすぎる。食べっ子動物ランドで獲物を物色する違うわ。え、でもめっちゃ可愛くて、でもそのね、ちっちゃい赤ちゃんがスプーン落としちゃってたの、だからうちがね、スプーン拾ってあげて、新しいスプーン取ってきてあげた。マジやばくない、めっちゃ可愛かった。セクシーじゃないよ、食べっ子動物大好き。そうかね、わかる。水族館もうちも好きだよ。友達んちな、いいな、友達んち泊まりたい。うちもパソコンの横で黒いのが動いたと思ったら雲だったあれさ、あのやつと間違えるやつでしょ、よくあるあるだよね。ほんま普通の意味で夏らしい、そういう服好きやわ。え、わかる、自分もこういう夏みたいな服結構見るのが好きだから、着るのも好きかも。クラスメイト、同じクラスメイトになってもずっと勉強してるよ、ガリ勉だから。うっそ、今日何回嘘ついたんだろう。当たった人は特別にプレゼントあげます。嘘、あ、ビリーブか。 I be nowでだ、あいつが後悔なんちゃらかんちゃら絶対ビリーブじゃないよね。ビリーブって歌なんかあるよね、あ、なんか学校で歌う系の曲で、ビリーブフランスの首都はパリ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 、よっしゃ。3期のテストで最下位じゃなかった、だから頭いいんだって。頭悪いって、なんか結構うちこう見えてめっちゃ頭いい、ガチ頭いい方だから、こうなんか捨て問題は捨て問題で勉強しない人だから、できるとこだけやろうっていう気持ちでやってるから、こういうところも頭いいですよね、自分って。だから3期のテストもその最下位じゃなかったんです。頭よ自分。まああれはさ、あの最下位だった方がちょっと目立ったから、もうちょっとバカになればよかった。
もうクルトン、何クルトンって、なんか赤ちゃんのお菓子みたい。でも一番頭いいんですよ。めっちゃみんな結構さ、うちの頭悪いと思ってるけど、うち頭いいですよ。めっちゃ頭いい本当に。ミスター、ミス、マントが全部仲間だと思ってた。そう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 、そういうこと。中学校の時の話ね。ちなみにマサイさんありがとう。バラ。牛ガエルやだ。牛ガエル嫌い。赤レンガ倉庫ね。赤レンガ倉庫懐かしい。ハートになってる。キュン。あ、ちょっと横になってた。昨日横浜行った時もう懐かしいと思って。うちクリスマスとかさ、横浜とか行ったことあったからさ、クリスマス懐かしい、クリスマスって思った。チュンチャチャチュチャチュルチュッチュ。最近来たばっかだからまだ俺の手から餌食ってくれないんだよね。手洗った、洗ったら手食べてくれるんじゃない。ママ変なお姉さんにスプーンは伝えたんだけどね。違う、ほんとにお母さんもめっちゃうちのこと微笑んでくれた。だからいいお姉さんと思ったよ、うちのことも。変なお姉さんと思ってない、絶対。その子もあ、お姉さんかわいいと思ってるよ、ちっちゃい子も絶対。ほんとにほんとマジかわいかった、ちっちゃい。平和わかるよ、ビリーブ、わ、アース、アース、アースじゃない、平和ってアースじゃないっけ、確か。アースですね。トゥルース、トゥース。ちょっと来年歌唱力でよ。 I believe あ、なんか分かんない。君が傷つ、そう、それそれそれ。例えば君が傷ついてくじけそうになった時は必ずなんちゃらかんちゃらなんちゃらなんちゃら、イエーイ。捨て問題しかないやろ。うん。唇に、唇に指当てるとすごく可愛い。プリキのモデルかな。ちりまる子ちゃん、よくママにも最近言われた。メイビーエイイー、好きなのかもしれない。よりもいい。横浜いた、ペリー。自分で言い過ぎ、おとなしいキャラの方が人気って気がして。ねえやめてもうじゃあ明日からおとなしくするから、もう知らない配信でもうコメントも10個に1個ぐらいしか読まないぐらい静かにしようっと。うわー楽しかった、配信終わりたくな。トゥース。13位コウタさん、12位オツアットンさん、11位マルマルさん、10位加藤さん、9位マサシさん、8位ソラガウニャツさん、7位キッチンさん、6位南光さん、5位カンちゃん、4位タックーサさん、3位タンタンさん、2位ヤマちゃん、1位トムトムさん。みんなありがとう、感謝感激。雨嵐、もう感謝感激すぎる。おやすみトゥルース、トゥルースリーパー。学生服は山だ山だ。延長した、延長料金500円です。おやすみ、 Thank youYou are welcome。 ちょっと頭良さそう。せいかお疲れありがとう。味の素、1円払うから、無理です、バイバイ。もうこの子はもう着ないので、最近ずっとお見納めです。小野寺さん、おやすみ。みんなおやすみ。